尾をかじられたカバの尻尾をかじられた。痛そう。はい、魔女の宅急便です。驚いたな。どうやって飛んでんだ。ありえねえよ。仕事なんかろくにありませんけどね。うちのパン屋だって3年はかかったよ。あなた本物の魔女？飛べないんなら魔女じゃないよね。どんなものでもどこよりも早く届けてくれるんでしょ。うまくいかないことがあってもなるべく笑い顔でね。あんたを頼りにしてんだから。私が運びます。行ってくるね、ジジイ。ほうきが運ぶんじゃありません。私が運ぶんです。魔女頼んだぞ。魔女の宅急便。